こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではダサく見えがちなクールビズアイテムベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けしたいなというふうに思っています。動画を撮影しているのは7月の初旬なんですが、街にはですねクールビズ姿の男性がたくさんいるわけなんですけども、まあ、そういった方々を観察しているとやっぱりですねおしゃれな方というのはごく少数で、なかなかですね未だにどう着こなしていいのかわからないという方が少なくないのかなというふうに思っています。ということで今回の動画では街でよく見かけるこのアイテムはちょっと難しいんだよなというものをですね具体的に5つ挙げていますので、皆さんのクローゼットを見ながらですねそういったものがあればそれだけではなくてですね OK アイテムも今回お伝えしたいなと思っていますので、そういったものにですね買い替えていただければなというふうに思っています。クールビズというのもあくまでですねビジネスウェアの一部なので、ある程度ルールがあってそこにですね沿ってコーディネートすればそこまで難しいものではないので、ぜひ今回の動画を見ていただきながら日頃のクールビズをですね見直すきっかけになったら嬉しいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムの紹介ですとかコーディネートの解説に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですねこちらの動画の概要欄にですねリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね具体的な NG クールビズアイテムについて解説をしたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですねボタンに色がついたシャツなんですね。これはですね僕がもう5年ぐらい前から書籍でもですねウェブでもいろんなところで語ってきたんですが、未だにですねこのようなボタンが黒かったりだとかステッチに色がついていたりだとか、ちょっとですねアクセント要素が盛り込まれたシャツがですね着てる方も多いですし、街で売ってるのもよく見かけるんですね。まあ、確かにパッと見はおしゃれに見えるんですよ。まあ、クールビズというのはネクタイがなかったりあとはジャケットを着なかったりするわけなので、シャツ単体になることが多いかなと思うんですね。そうすると例えば白のシャツだとですね結構退屈に地味に感じられる方もいらっしゃるかなと思うんですね。そこにステッチが入ってたりだとかボタンの色にですね変化球があったりするとなんかおしゃれだなって感じるわけですよ。ただこういった要素というのは結構ですね安っぽく見えたりだとかチャラついたり見える可能性があるので、できれば避けておいた方がいいのかなというふうに思っています。どうしても白シャツだけだと退屈に感じるなという方はですね、個人的には淡いブルーのシャツですとか、あとはですねシンプルなストライプ柄のシャツ、こういったものを着ていただければ1枚でもですね結構アクセント要素が取り入れられるので、こういったものを選んだ方がまず間違いがないかなと思っています。結構これはですね皆さんもお持ちの場合も多いかなと思うので、ご自宅のクローゼットを開けてボタンの色は黒いシャツだとかステッチが派手なシャツというものは手放して、正統派のシャツというものをですね買い足していただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目の項目なんですが、これはスーツ用のスラックスをそのままクールビズ用として使っているという項目なんですね。これもですね結構多くてですね、まあ、ビジネス用のスーツといったらネイビーですとかダークグレーですとかあとはブラックだとか、こういったものを持っている方が多いかなと思うんですが、そのボトムスだけを転用すればもちろんですねクールビズでも十分に履くことができるんですが、厳密に言うとやっぱりですねクールビズで履くようなスラックスとスーツの組下のスラックスというのはシルエットが違かったりだとか雰囲気だとか色合いが変わってくるわけですね。スーツ用のスラックスというのはシルエットもですねややゆとりがある場合も多くないですし、裾の長さもですねワンクッションだとかハーフクッションだとか割と長めにとってあることが多くて、クラシックな雰囲気のものが多かったりするんですね。一方でクールビズ用のスラックスというのは単品でお店で売られているわけですね。スーツカンパニーだとかグリーンレーベルですとかさまざまなお店に行っていただければこういったものがあったりするわけなんですが、そういったものを比べてみるとやはりですねシルエットとしてはスーツ用のパンツよりもですね細身にできているんですね。テーパードというものがかかっていて膝から下が特に細くなっていてスタイルがよく見えるような構造になっているわけですね。というのもクールビズというのはシャツとボトムスだけのとってもシンプルな着こなしになっているので、ボトムスのシルエットの綺麗さで全然見栄えが変わってくるので、スーツ用のボトムスとはまた別に用意した方が間違いなくいいかなと思っています。しかもですね色合いもちょっと微妙に変わってきまして、
スーツ用のボトムスというと結構濃い色のものが多かったりして、ブラックのスラックスを履いている方も結構ですね、クールビズでは多かったりするんですが、そうするとですね、季節柄ちょっと暑く感じるかなと思うんですね。まあ、クールビズ用のボトムスというと結構ネイビーでも少し明るめだったりだとか、グレーでもですね、ダークグレーではなくてミディアムグレーだとかライトグレーだとか、ちょっと明るめのものが売られていることが多いんですが、こういったものを合わせた方が夏の雰囲気には合いやすいかなと思うので、スーツ用のスラックスをですね、ビジネスカジュアルに転用するというのは NG だということをですね、ぜひ覚えておいていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目もボトムスなんですが、先ほどはですね、スーツ用のパンツをそのままビジネスカジュアルに転用するという NG 例だったんですが、今度はですね、カジュアルで使っているチノパンをそのままビジネスカジュアルに転用するというですね、一つの例なんですが、これまたですね、なかなか難しいかなと思っています。まあ、カジュアルシーンで使われるチノパンというのはあくまで休日を意識して作られているので、シルエットはそこまで細くなかったりだとか、生地感としてもですね、カジュアルな雰囲気が強く出てしまうことが少なくないんですね。一方でビジネスカジュアルで使われるようなチノパンみたいなものもあって、そういったものはシルエットがですね、やはりテーパードが効いていてすごく綺麗なのと、あとは色合いだとか生地の質感も見てもですね、やっぱりですね、綺麗めな要素が漂うので、カジュアル用のチノパンとは全く別物かなというふうに思ってます。ですので、ウールのパンツとかではなくて、ちょっとカジュアルめなチノパンなんかをですね、ビジネスカジュアルで使いたい場合も、これまたですね、専用にちゃんとですね、お店に行って購入した方がいいかなと思っています。まあ、定番的なベージュ系のチノもそうですが、意外とですね、ネイビーのチノパンみたいなものも綺麗に見えるので、個人的にはすごくおすすめかなと思っています。あくまでビジネスカジュアル用にしっかりとアイテムを用意すること、これがすごく重要なので、ぜひこちらもですね、皆さん頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、これまた結構多いんですけども、ボロボロのベルトをですね、使ってる方とか、あとはカジュアル用のベルトをそのまま使ったりですとか、あとはスーツの際に着用するようなすごくクラシックなベルトをしたりだとか、ベルトの使い方がいまいちな方がすごく多かったりするんですね。まあ、ベルトというと結構地味なアイテムに見えますが、結構ですね、シャツをインすると目立つんですね。そこに対してボロボロのものをしてたりすると一気にくたびれた雰囲気がしてしまいますし、あとはクールビズ専用のものではなくて、スーツの際によく使っているようなブラックのレザーのすんごい硬いものを使ったりだとか、もしくはカジュアルシーンで愛用しているものを使っている方もいらっしゃったりするんですが、これはですね、先ほどからお伝えしている通り、クールビズ専用で1本用意しておいた方が僕はいいんじゃないのかなと思っています。まあ、個人的におすすめなのはこちらの写真のようなメッシュベルトですね。ゴム系のベルトなんですけども、ブラック単色ですとかダークブラウンの単色ですとか、こういったものでなるべくデザインがシンプルなものだと結構使い勝手がいいかなと思っています。スラックス系のものからですね、チノ系の素材まで使えるので、こういったものを1本あればすごく活用しやすいかなと思うので、あくまでクールビズ専用のベルト1本だけでいいので、ぜひ皆さんには用意をしていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、これは白の下着ですね。結構重要なんですが、クールビズのシャツの下にどんなインナーを着るのかってすごく重要で、失敗するとですね、透けるわけですね。よくやりがちなのは普通の丸首のこういったインナーを着ていて、シャツの第一ボタンを開けた時にインナーが見えてしまうことだとか、あとはですね、もうちょっと意識をして T シャツが見えないように V ネックのインナーを着てるんですけども、その V ネックが白だと意外とですね、透けたりするんですね。特に V ラインにですね、縫い目があるものだとちょうどですね、段差になってしまってより透けて見えやすいんですね。それがですね、なかなか素敵に見えづらいので、インナーに関してはなるべくですね、素肌にシャツを着てるように見せるために透けないものを選ぶことが重要かなと思っています。このあたりはですね、僕も常に着ているんですけども、こういったベージュ系のインナーがもう鉄板かなと思っています。僕も過去の動画の中で何度もですね、解説しているので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですが、グンゼのインティーだとかシークだとか、こういったものはですね、ベージュで肌と同化するのでほとんど透けることがないんですね。そしてカットオフのインナーと呼ばれるような切りっぱなしになっているものだと段差がないので透けて見えづらいんですね。こういったものを着用していただければ、よりシャツのスタイルというものがですね、綺麗にはまりやすいかなと思うので、インナーが見えないかどうかというところは徹底的に意識していただけると、すごくバランスのいい着こなしができるのかなというふうに思っています。
はい、ということで今回の動画ではクールビズの NG アイテムを5つ皆さんにご紹介させていただきました。おそらくですね、結構多くの方は今回ご紹介した5つの中でどれかは該当しているのかなと思っています。そういう場合はですね、今回ご紹介した NG ではなくて OK なものに買い替えることで、ぜひクールビズというところをですね見直していただければなと思っています。まあ、今回もですね NG アイテムを中心にお伝えしたわけですが、過去の動画ではクールビズの完全版ですとかそういった動画もあったりしますので、もうちょっとですね深く知りたいという方はそちらの動画も参考にしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。